てお二人どうぞよろしくお願いします。お願いします。第5試合フライ級3分3ラウンド延長ラウンドは設けられていません。龍也対坂井優月。こちら赤いグラブ龍也、青のグラブが坂井優月です。フライ級最軽量級とお伝えしていいでしょう。そして白鳥さん、はい、またチームてっぺんの選手が出てきましたね。そうですね、はい、まあ、この普段も一緒に練習はしてるんですけど、はい、なかなかこう勝ちまで試合をつなげることができてなくて、まあ、本当なんだろう、もう一歩なんですよ ね、 そうなんですね。いつもいつも、まあ、引き分けだったりが多いんで、はい、もう一歩こうなんだろう、一皮向けるというか、そういう姿が見せれたら、あの、ずっと勝ちにつながるんで、まあ、今日はその、まあ、勝つ姿勢を見たいですよね。はい、坂井優月は2018年以来引き分けを挟んで3敗3負け6試合勝利がありません。対する英和スポーツジムの龍也、こちらは29勝6敗1分け9 KO。 やっぱこの階級で、はい、そのラジオダムのスタジアムのチャンピオンになるって相当すごいことですから、はい、本当この軽い階級でそのタイ人って本当めちゃくちゃ強い選手たくさんいるんで、その中でチャンピオンっていうのはもう本当にすごいことなんで、実績で言えば本当龍也選手の方がもう1枚も2枚も上なのかなっていうのはあるんで、だそこをどう戦って崩していけるかがその優月にとって今回勝負なんじゃないかなと思います。なるほど。今の龍也の左のミドルを見ても非常に速いのが分かります。キレがキレが入り、龍也はタイ、ムエタイの聖地と言われています。ラジャダムナスタジアム、そこでミニフライ級王者に輝きました。まだ21歳、これからの相手を背負っていく選手かもしれません。今日は今のはスリップです。この二人なんか元々は同門だったみたいですね、はい、そうですね、はい、あのジム移籍する前はそうですね、元々、はい、同門だったようですね。で二人とも横浜出身なんですよね、まあ、そこから、まあ、多分今までその昔は一緒に練習もしてたと思うんで、はい、まあ、そこからお互いが別のジム行ってどう成長してきたかが、今度鍵ですよね。改めてここで拳を交わせることになっています。右のロー、非常にキレがあるのは龍也。坂井はどうやって返していくか。ワンツーからのコンビネーション。第1ラウンドは早くも残り1分を切りました。身長は163センチの龍也、対して坂井優月は158センチ。左のミドル、ボディで返していったのは坂井。2人とも速いですね。やはりこの最軽量級だけに切れ味というのは抜群ですよね。やっぱ龍也選手の蹴りのこの距離感も抜群です、ね、そうですか、はい、まあ、自分だけこう当てて、あの、もう本当避ける時もそんな大きな動作してないんですよ、はい、小さく避けて動いて避けるっていう、あの、無駄な動きがないですよね、はい、前に出てくれた、まあ、やはりムエタイ出身ですが、こういった首相撲というところの強さもありますが、このライズでは禁止されています。リュウヤ、リュウヤ入っていく。第1ラウンド終了。第1ラウンド終了。非常にキレがあって綺麗なハイキック。リュウヤ、やっぱムエタイがトップいってるだけのやっぱキレですよね。そうですか、綺麗でキレもあって、ムエタイと思えないほどのアグレッシブさですよね。そうですね、うん、これです。今の左のミドルもほぼノーモーションに近い状況でスパーンと出てくるんですね、うん、なんかこうパンチも蹴りもこう無駄な動きが なんかないなっていう印象ですね、21歳にして36戦のキャリアがあります。貫禄ありますよね、やっぱり、はい、あの白鳥さん、タイですとこれぐらいどん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 やっていくんですもんね。タイだともう本当1月2回とかも多分全然ありますからね。そうなんですか、はい、セコンダー、セコンダー。違いは何なんですかね、この日本とのペースの違いは。なんすかね、やっぱり
向こうの人はもう本当それで生活していくっていう思いがやっぱ日本よりも強いと思うんで、夜になるとあのムエタイの興行がずっとやってますもんね。はい、左のハイ酒井、さあその強敵相手に酒井がどう出していけるかという構図になっています。左の膝、これが白鳥さん、やはりムエタイです。これ膝があるんですもんね。そうですね、だからやっぱこの柚木からするとこの蹴りの距離感で戦わない方がいいですね。なるほど、はい、こうやってやっぱボディから入って、はい、パンチの距離で戦った方がいいと思いますね。アッパーから左というところ、酒井柚木もバックボーンはムエタイなんですが、それでもあまりに今までの自分は雑だったと、このチームてっぺんに入って本当に一からいろいろなことを教えてもらったと話をしています。その変わった酒井柚木をこのリングで見せられるか。6試合勝利がないという酒井、いいコンビネーションで龍也返す。左のミドル、酒井もパンチで応戦していきます。酒井としてはこのパンチで打ち分けていくということが大事になってきますか。そうですね、だからもっとこうやっぱ踏み込んであの思い切って入っていった方がいいかなと僕は思います。左のミドル、やっぱりこの蹴られる距離感にいると、はい、どうしてもあの蹴り返しても見極められるので、やっぱパンチの距離につないでいきたいですね。なるほど、対する龍也としては自分の距離、あ、右が出てきた、右の膝、左の膝もあります。龍也確実に相手を倒すような切れ味鋭いキック、そしてパンチを持っています龍也。やっぱこうムエタイで戦ってる選手ってみんなこうなんか共通して言えるのはなんか軸がぶれないんですよ。なるほど、龍也選手見てるとこうディフェンスの時も自分攻撃してる時もあの軸が本当ぶれてないんで、体にこう1本スーッと筋が通ったような、そうですね、確かに見ててかなり安定感あります、はい、なんかコマのようにこうキックをするときはスパンと回ってきます。だからどういう体勢にしてもこうキレのある攻撃出せるっていう、そうなんですね、中に入っていこうかという戦いに対してしっかりとパンチで合わせていくのは龍也。自分の前を中に行かせません、ちょっとカーフがありましたね、右のカーフキック、おー、バカップロー、バカップロー、やばいですね、やばいですね、今のちょっとびっくりしたような、びっくりしますね、切れ味鋭い龍也。またこう難しいのがその柚木がこうパンチで入ってもこう組まれたりとか、はい、そういうのもあるんで、そこがまあまたムエタイの強さでもあるんで、でもこう中に入っていってる瞬間もある気がするんですけどね、はい、決め手がないのはどうなんだろう、ま、なかなかつなげることができないですよね。その中に入ってワンツーフックぐらいまでいけてもそこからあのつなぎがないんで、コンビネーションフィニッシュまではいけていないという状況、ないですよね、まあ、龍也選手やりにくさみたいなのがあるんですかね、やっぱ距離感を見切ってるっていうのが一番の強みなのかなと思います。ちょっと額のあたりも赤くなっていまして、先ほどの膝が入ったか、酒井柚木を応援するボードもあります。6戦勝ちがない、2018年以来勝ちがないという酒井柚木ですから、チームてっぺん、まあ、あの応援する皆さんも本当にこの勝利を欲している、もちろん選手もそうなんですが、シャトルさん、そういったところでしょうね。ああ、もうだからここは勝負出た方がいいですね、さあ第3ラウンドが始まりました。延長ラウンドは設けられていません。ここで試合をしっかりと決めるような、そんな一発を出せるか両者。左の膝、ここまではやはり白鳥さん、どちらかというと龍也ペースかという感じでいいんでしょうか。そうですね、まあ、この柚木はプレッシャーはかけてはいるんですけど、距離を見切られてるっていうのがちょっと難しいですよね。前蹴りで距離を取ります龍也。ここにどう入って
っていくかという坂井。なかなかこの龍也も満員の中に入りきれないというここまでの坂井。だからこの距離の時はこう龍也がいけるところですね。で、ゆずきはパンチの中に入ることもできるんですけど、そこでまあ組まれる。ここでまたメンタル技術を生かしたことをされるので、つなげることが難しいです。今のミドルから上への打ち分けというのが坂井出てきました。今のところマッツ入ってすぐ組んで、龍也のアフターたりを捉えたか。いやでもこれで行った方がいいですよ。そうですか、はい、もうこれでもうとにかく自分で前に出てあのアグレッシブな感じで振り回してた方がいいです。これで龍也に今ホールディングでイエローカードが出されました。減点もこれは減点はありませんね、やはり中に入ってきた時にちょっとこうホールディングするような形が見られたということでしょう。ここで一気に坂井としては前に出たい。一気に出てくる、坂井が出てくる。注意されてからリュウヤ選手も組まなくなったん で、はい、でこの打ち合いになるとまあやっぱりユズキの勝機が見えてきますね。ラスト30秒前に出てくる、それに対してリュウヤもしっかりと合わせる。相手を見ながらというところ、勝負は決するか。最後の最後で見せてくれた両者でした。改めて見ていきましょう。白鳥さん、最後のこの打ち合いいかがでしたか。いや結構いいの入ってましたからね、はい、うん、分かんなかったですよ、この打ち合いってなるとやっぱりゆずきの方がちょっとそれなりに点数はありましたね。ジャッジ大沢29対28、赤龍也エイワスポーツジム、ジャッジ永瀬29対28、赤龍也エイワスポーツジム、ジャッジアキラ30対29、赤龍也エイワスポーツジム、タッソーですね、ちょっと1に入れます。勝者龍也エイワスポーツジム。じゃあまあ3枚が中止されて、ここから龍也さんの試合に出たと、それがまあ1にできなかったっていう、させなかったっていうまあうまさですよね。3対0の判定勝ち、龍也が勝利を収めています。坂井優月はこれで7戦勝ちなし。最後の最後で一気に前には出たんですが、やはり技術としては上回る龍也が、そのあたりは相手を見ながらというところで最後の最後まで技術力を見せたという一戦でした。面白かった。改めてこの坂井優月にかける言葉、白鳥さん、どういった言葉があるでしょうか。まあ、でも僕が最近見てきた中での試合でも、はい、まあ、最後の3ラウンドこう前に出て絶対に勝ってやるという気持ちを見せてくれたので、いやすごい、いい試合だったなと思います。